タックスリターン、いわゆるアメリカの確定申告の締め切りがいよいよ今月15日に迫っています。頭を悩ませている方も多いのではないでしょうか。そこで今日はもう申請が済んだ人もまだの人もこの機会に知っておきたいタックスの豆知識を専門家に伺いました。今日は KPMG の斉藤美智子さんにお話をお伺いします。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。どんなものが税金控除の対象になるんでしょうか。これはそうですね、税金控除も本当にたくさんありますです、ね、もうアメリカはもうタックスリターン、税金を戻すための確定申告ですから、非常にいっぱいあるんですけれども、代表的なものとしましては収支所得税ですとか、あと寄付金ですとか、あとビジネス経費ですとか、いろいろなものがございます。ただそれぞれいろいろなやはり条件を満たさないと控除が取れないということにはなっておりますが、寄付金でしたら寄付金のいろいろな証拠書類ですね、これが非常に厳しくなってまして、250ドル以上になりますと必ず慈善団体からアクノレジメントレターといいまして、きちんとその受け取れましたと、でどれだけが控除が可能ですというふうに書かれた手紙があるんですけれども、それを受け取ってなければいけない。医療費の方はどうでしょうか。医療費の方はかなり広い範囲で控除が認められるんですけれども、ただ年収のですね、調整総所得という、ほぼ年収に相当する金額なんですが、そちらの 10% を超えないと控除が取れないということで、かなり大きな金額は取れるんですが、実際に控除が取れるものっていうのはそのうちの一部ということになってしまいます。例えばどんなもので、薬だけでそこまでいくとは思えないんですけれども、そうですね、薬ももちろんそうですし、あとは実際その医療機関に行く時の交通費、こういったものも OK ですし、あと最近はレーシックですとかコンタクトレンズですとか、あと歯の矯正ですとか、こういったものも控除取れます。いろいろな面白いものがありまして、例えば心臓がちょっと弱い方がお医者さんのおすすめで屋内にプールを作る、国内で泳ぐ施設を作る、そういったものも全額控除が認められますし、あと喘息持ちの方がお家全体に空気清浄機をつけて、もう何千ドル何万ドルと費用をかけてもそれも控除が認められると、そういった判例もございます。その他に私たちが普段思いつかないようなものってありますか。引っ越し費用が控除が取れます。条件がいろいろあるんですけれども、基本的にただ単にお家を変わっただけでは控除はダメで、実際に職場が変わって離れたところに動かなければいけないという条件がありますけれども、その条件をクリアすれば引っ越しのための旅費ですね、旅費とあと荷物運搬費用、こういったものが控除可能になります。ここまではこの税金控除のお話をしていただいたんですけれども、はい、その他に税額控除というのがあると聞いたんですけれども、これは何ですか。はい、素晴らしいです。いろんなものがあるんですけれども、代表的なものでしたら子女税額控除というものがありまして、扶養家族お子さんですね、17歳未満のお子さん1人につき1000ドルの税額控除が与えられております。特にアメリカに居住している日本人が気をつけなければならない点というのはありますか。そうですね、外国金融口座報告書というものがございまして、アメリカの居住者、これは税法上の居住者なんですけれども、居住者という身分になる方は海外に一時でも1万ドル以上の預金がある場合には、海外にある口座すべてをアメリカのトレジャリーディパートメント、財務省の方に報告をしなければいけないという義務を負います。1万ドルっていうのは非常にもう、少額ですよね。換算レートが年末のレート使いますので、2013年でしたら105万円です。約105万以上一時でも海外に資産があれば、それをすべての口座に関してアメリカの財務省の方に報告しなければいけません。そうですか。これはそこに税金がかかるということですか。いや、税金はかからないんですけれども、ただ単に報告書だけなので、それぞれの金融機関名ですとか口座番号ですとか、あと最高残高、あと所在地、こういったものをすべての口座について書いて、それを財務省の方に送るということになります。先ほど1万ドルとおっしゃいましたけれども、はい、それは銀行口座に残っている残高、それだけですか。銀行口座ばかりでなく、はい、他にもですね、証券口座もちろんあるんですけれども、個人の年金の口座ですとか、あとは保険なんですけれども、これも掛け捨ての保険はいいんですけれども、積み立て式の保険、この場合には資産がありますので、その保険も入ってまいります。で、確定拠出、こういったものも入ってきますので、日本型法案形をされている方、こういったものも報告の義務がございます。じゃあほとんどの方が、はい、でそれはもう個々ではなくて合計で1万ドルなのでもうほとんどの方が多分対象になってしまうと思います。そうですか。でこちらはですね、非常にペナルティが高く設定されておりまして、一応口座一つでも漏れてしまいますと1万ドルのまでの罰則で、もしそれが故意にもう報告書自体をもう怠っているというふうに見なされてしまった場合には10万ドルか、もしくは全ての口座の残高の 50% いずれか高い金額までというふうになってますので、非常に厳しいペナルティ課されてますから、くれぐれも報告漏れのないようにしていただきたいと思います。その他日本人ならではの、例えば単身赴任をしていらっしゃる方々、そういった方々に対するポイントみたいなのありますか？往々にして配偶者の方、日本にいらっしゃる方が所得がないケースで、こちらにいらっしゃる方は所得がかなりあるケースが多いですよね。そういった場合にはアメリカの税法上合算申告をされますと、非常に税率が低く抑えられて最終税額が低くなるんですね。ですから合算申告、配偶者日本にいらしても一緒に申告書をする、合算申告が有利になると思います。なるほど。ただ奥様を、確定申告書で載せる場合には必ず番号が必要になるんですね。 ID 番号が必要になりまして、もちろんソーシャルセキュリティ番号をもしお持ちであればそれはもちろんそのまま有効に使えるんですが、もし番号がない場合には納税者番号という、アメリカですと ITIN という、呼びますけれども、そういった納税者番号を取っていただかなければいけません。では単身赴任ではないんだけれども、例えば日本とアメリカまたその他の国と二重三重生活なさっている方も多いと思うんですが、そういう方は注意する点はありますか？そうですね、それぞれの国によってやはり税率が異なりますので、もう総合的にですね見て、どこに税金上の本籍があるのか、それを見てですね、どこで先ほど言いました外国税額控除を取るのかで、どのように自分の本籍を持っていけば最終的に総合的に税金が低く抑えられるのか、こういったものを総合的に見ていく必要がありますので、そういったかなりの多くの国をまたいでいる方に関してはやはり事前にプランニングをしてですね、最終税額が低く抑えられるように、アメリカで抑えても他の国で高くなってしまったら意味ありませんから、そういったことを総合的に考える必要があると思います。でただですね、一つ忘れがちなのがそういったいろんなところに行かれている方の場合、アメリカですと連邦税レベルの税金は皆さん注意されるんですけれども、州税というものもあるんですね。州税、ステートタックスです。ですからそのステートタックスもある特定の州にやはりかなり長期的に働いているという場合には州税も納税しなければいけないという規則もありますので、その辺のところを忘れないようにしなければいけない。そうですか。はい。大変よくわかりました。どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。実は私もそうなんですが、タックスと聞いただけでさじを投げてしまう方も多いのではないでしょうか。ぜひこれを機に皆さんも身の回りのお金に気を配ってみてはいかがでしょうか。